ウバガミ大神宮と御祭は、北海道檜山郡江差町にある、北海道祭古と呼ばれる神社である、ウバガミ大神宮の霊体祭である。毎年8月9日10日11日の3日間にかけて取り行われる、北海道祭古と呼ばれる祭りで、370年以上の歴史を誇る。神事に伴う神輿と御の後に続いて、出しが町を練り歩く形式で、 かつての北前船交易によって、京都、祇園祭りの文化が伝わることで、その祭りの流れを組む、形となった。2019年3月19日には、北海道の無形民族文化財に指定された。祭りに伴う由来については、馬上大神宮を参照。江差市町では、出汁のことを、山と呼び、各町内で大事に保存されている。祭りにおいての出汁は、 三越都魚に続いての出し具部として位置づけられている。出し巡行では次の13期の出汁が町内を練り歩く。一番古い出汁人形は神宮山の神宮皇后で、法歴4年に制作されたとの記録があり、北海道有形民族文化財に指定されている。特殊な出汁としては、正武山は13期中の数少ない動作人形で、出汁内部のからくりによって人形が、 台座ごと上下する構造となっている。松宝丸は十三期中唯一の船山と呼ばれる和船作りの出車である。恵比寿山は老朽化したことから2018年に107年ぶりに出車が新造され、8月5日に北洋銀行へ差し支店駐車場を会場としたお披露目会が行われた後、同年の祭りから巡行が開始された。出車は、 船山である松宝丸を除いては、屋台最上段後方により台となる青木を立て、その前方により台の守護として、人形を配置する。松宝丸においては、穂がより台、先導役の子供が守護に置き換えられる。最上段には、通常、先取りの人員も乗り合わせる。出しの前方には、大太鼓1台と小太鼓2台を置き、叩きで2名と、出しによっては金。 茶釜などを打ち鳴らす、奏者一名を排して、横笛の音に合わせたお囃子を奏でる。出しは通常、綱で、引き手が引くほか、出し本体を押す参加者もいる。方向は先頭にある、火事棒で全車輪の向きを変えることで、方向転換する。また、下り坂の時は綱を、出しの後方に回して引いて減速するほか、五車輪に取り付けられている、ブレーキ装置で、 減速や停止を行う。待つ宝丸については家事、ブレーキの装置がなく、方向転換は掛け声とともにロープを引いて行い、大きく方向を転換するときは、出し本体も押し、時に専用の手こ棒も使うなどして動かす。減速は通常、出しの後ろ側に伸ばしたロープを逆方向に引いて行い、出し本体を停止するときは、出し本体を後ろに押すほか、 こ棒を車輪に噛ませて止めることもある。巡行時の出発、停止の合図は、進行薬が笛を吹き鳴らした直後に標識を叩く、ことで行われる。その際、出しの先の火事棒などに取り付けられたスイッチでベルを鳴らして、後方のブレーキ担当にブレーキを解除したりブレーキをかけたりする合図を出すところもある。巡航の際には、力を込める掛け声として、エニア、 縁やという声がよくかかる。このほか松宝丸では、方向転換の際に力を一気にかける合図の掛け声として、ソーレヤッサードっこ一緒。縁やと言ってから一気にロープ、出し本体、手こ棒に力を入れるが、近年では他の出しでも、巡行の際、勢いをつけるときや上り坂を上るときの力の入れ始めにこの掛け声をかけるところも増えている。余談だが、 この影響もあって、江差市町内の小学校、中学校、高校の運動会や、体育祭での綱引きの際に、児童、生徒が、えんや、えんや、の掛け声をかけるのが見られる。本祭の8月11日上町巡行で、南浜町の南が丘小学校に至る旧坂と、檜山神社付近の旧坂においては、 他の出汁の引き手が前後する出汁に加わって、坂道を登るのを手助けする光景が見られるようになった。巡行の経路上にて、沿道の神社への参拝や、切り声を歌うなどして立ち寄る家、企業、施設等の前で、出汁を目的の場所に向けた上で停車させることを、出汁を立てるという。夜間の巡行に伴って、出汁には、焼鎮、安鈍、 人形に光を当てるスポットライトなどの電飾があしらわれる。電飾に使う電源は当初は発電機を使用していたが1970年代に燃料取扱いの不良による火災事故が発生したことにより現在ではバッテリーを使用したものになっている。近年では電飾にインバータと LED 電球を使う出しも増え省電力化が可能となって 積載するバッテリーの数を減らせることによる軽量化も実現している。期限こそ不明だが、古くからの家によっては、出汁の模型を所有しているところもあり、祭り期間中その模型が、巡航経路に面する家などで目につきやすいところに飾られることがある。宇場神大神宮の境内には、町内13基の出汁の模型と北前船の模型が常設展示されている。 模型出し館が設けられている。餌し出し会館の展示物の中にも、町内13期の出しの模型がある。宇場上町の一番像と呼ばれる施設の前には、出しを1、3ほどに縮小した、宇場上山と呼ばれる出しの模型が冬期間を除いて展示されている。宇場上山はかつては、宇場上大神宮の前にあった電話ボックスの飾りとして作られていたが、 電話ボックスの撤去に伴って残った出汁模型部分が後方の台に立って記念撮影をすることができるように改造を施され展示物となった。津花町、馬上町、中唄町の出汁巡行経路となっているイニシエ街道と呼ばれる通りは1995年の整備の際に電線地中化されたが地中化の理由の一つに出汁のより台の木や人形などが 伝線に引っかからないようにするためという目的もあった。都御祭は外洋中の3日間において行われるが、祭り全体としては、例年8月4日からの宇場神大神宮での、例大祭等の神事を含めたものがこの祭りのすべてで、あるので、この項目では神事を含めた祭典に関して記述する。祭祀状況は、祭典要項にのっとって、次の通り行われる。 8月4日、8月5日、8月9日、8月10日、8月11日、サルタヒコイノチミコシトギョに先んじて、ミコシを先導する形でサルタヒコイノチを中心とした、サルタヒコ行列が行われる。順路にはそこに面した家々などがサルタヒコイノチの通り道として、塩で道筋を作り、自分のところに招きたい時にはそこまでの塩の道筋も作る。 サルタヒコ行列には、礼儀作法がやかましくあり、などが言い伝えられている。それを破った場合、サルタヒコ命はその場で歩みを止め、蒸気の禁忌とされている事象がなくなるまでその場で、座り込んで動かなくなるという。宿入りの儀8月10日11日の本祭において、都業を得て本宮に戻ってきた三期の御腰を順次、拝殿に収める神事。宿入りの儀の前に、 神社に通じる、参道上に3基の御しが置かれ、本宮から長い松明を持った8人の祭り員が、左右4人ずつに分かれて、宿入りをする御しが通る参道の上を、松明のかがり火で炙りながら清め、折り返し松明の祭り員先導のもと、御しの担ぎ手が、やいおい、やいおい、の掛け声を上げながら、本殿へと向かうが、御しは一度では、 木が荒らせられずとして入らず、通常は1期目は6往復の上7度目で、2期目は4往復の上5度目で、3期目は2往復の上3度目で、本殿に収まる。回数は一節によれば、753に由来するとも、言われている。本来は、祭り院員の担ぎ手のみで行われていたが、近年では、担ぎ手の不足等もあり、10日に行う分について2期目に、限り、 出汁の若手、若者からも、担ぎ手として参加しているのが見られる。出汁の巡行などに伴う行事等は、次の通り行われる。7月下旬から8月8日まで8月9日、8月10日、8月11日、8月12日、8月13日以降出汁の巡行の際、出汁では、お囃子が奏でられ、巡行経路の途中では切り声を歌うところも見られる。 ウバガミ大神宮と漁祭におけるお囃子や切り声は、近年では、家庭用のビデオカメラ、スマートフォンタブレット PC などの普及もあって手軽に、動画撮影が行われるようになり、その動画データをそのまま、もしくは少々の編集を施して YouTube などの、動画サイトに公開する例も増えてきている。お囃子は横笛、大太鼓、小太鼓、出しによって、金、 茶釜なども加わって構成され、基本的には3種類が奏でられる。お囃子の際にはほぼ共通した掛け声として、縁山真っ赤書、用意用意の声がかかる。祭り囃コンクール出しごとの祭り囃の伝承と技術の向上を主な目的としたコンクール。例年8月10日の本祭に行われる。2017年8月10日の本祭の例においては、 巡行前の神社集合時に、それぞれの出しごとに、立山が披露されて、馬上,上大神宮祭典協賛実行委員会より選出された審査員によって審査が行われ、その後の出し巡行において、移動中の行き山を審査員が審査した。審査員は、お囃子の祭典のほか、出し参加者全体の服装や、風紀の乱れなどがないかどうかも総合して審査する。 成績発表や表彰は、現在では翌日巡行前の神社、前出し集合陣に行われることが多い。二神場の作業歌をルーツに持つ切り声を歌う出しもある。初期には四つの出しが切り声を歌っていたが、主に和歌手を構成する若者の間から、自分の出しでも歌ってみたいという人が現れ、教えを受けた上で、 独自の歌詞をつけて歌うようになったダッシュも増え、現在では9つのダッシュで切り声が歌われるようになっている。切り声は本歌と下声とに分かれて歌われ、本歌の歌いでは主に若者等が担当するが、状況により若手の上位代表者等が歌うこともあり、また本、歌を長く歌うときは複数名が交代で歌うこともある。下声の歌いでは主に若手で、 時に副頭取等の役員、及び歌詞を知る一般の出し参加者等も加わる。切り声は主に次の場所や状況で歌われる。霧製本歌の歌詞は、訪問先に応じて、店舗、企業、施設などでは商売繁盛を、一般家庭では、子孫繁栄や、家内安全を願った内容で歌われることが多い。また、必要に応じて、歌詞の一部を、 即興等で作り変えることもある。切り声を歌った後は名詞を、出汁によっては専用の記念品とともに、訪問先に配り、訪問先からご祝儀をいただくことが多い。各出汁においては、それぞれ、出汁を守り運営していくための役員組織ができている。かつては、頭取りと呼ばれる出汁の最高責任者が集まって、祭りの運営をしていたが、現在は、 ウバガミ大神宮祭典協賛実行委員会が作られ、ウバガミ大神宮祭典委員会と協力して円滑な祭りを実行している。ここでは、ウバガミ大神宮祭典協賛実行委員会と各出しにおける組織の役員等について記述する。ウバガミ大神宮と漁祭の運営を行うために作られた組織。一時、 祭りにおいての風紀の乱れ等が目立つようになったことから組織された経緯がある。祭りの円滑な運営を行うほか、本祭の行われる10日11日の馬神大神宮前や新地町繁華街の出し見せ場において行われる、祭り囃子コンクール、出し引き回し対象、霧生披露等の行事運営にも携わる。以下、実行委員会と称する。実行委員会は、 以下の役員で構成されている。出しによって、多少の違いはあるが、概ね次の通りである。頭取顧問、相談役頭取代行総副頭取、副頭取取締若者等、副若者頭若手出し新興総務事務局子供世話、宿世話係セントリオルの巡行の際、実行委員会や各出しの役員は、それぞれの役職名を書いた弓張り上鎮を持つのが、 伝統となっている。ちょは、自分の身分を明かす証明として使われるが、ちょの用途も広く、互いの出汁のすれ違い、出汁の役員同士の挨拶時、見越しと魚のお見送り見せ場で役員が行列をなして、先導するときに礼儀として、顔の高さ付近に掲げたり、先導中に、出汁の停止位置を知らせるために高く掲げたりするほか、 交通の誘導時に誘導棒の代わりに振って、自動車などを誘導するのにも使われることがある。ちょうちんは傾向する際、昔ながらにろうそくを灯すことが多いが、稀に、ちょうちん内部に溶けたろうそくが溜まるなどして、ちょうちんの和紙、竹紐、土台の木材部分に引火して損傷することもあるため、近年では、電池と組み合わせた LED 電球や、 LED を使ったろうそく型照明を中に入れているところも出てきている8月10日の夜の出し巡行で、馬神大神宮に集結する直前の行列と、宿入りの儀、および8月11日の夜の出し巡行で、本町から繁華街にかけての行列では、若手が一体の高張り上鎮を掲げる高張り上鎮を持つことは、若手の中でも、名誉とされている 卯神大神宮と魚祭においては名刺を配る、風習があり、ご祝儀集めや切り声を担当する、出汁の役員は常に名刺を傾向している。また、卯神大神宮自体の名刺もある。名刺は、卯神大神宮や各出詞の説明、歴史、解説と、出汁によって、人形、人形の頭などの写真が印刷され。 大きさも馬神大神宮のもので136ミリ297ミリ、各出しのもので100から115ミリ263から273ミリ、ある。名刺は、各所からご祝儀をいただいた際にお礼として、渡すのが基本とされる。本来は、正しくないが、観光客などからの求めに応じて、各役員の判断で渡すことも、稀にあるが、礼儀としては、 できれば気持ちほどのご祝儀を包んで渡した上でもらう方が良い。切り声を歌う際にも、歌い終わった後で名刺を渡した上でご祝儀をいただくのが習わしとなっている。歌いでは名刺の他に記念品を一緒に渡すこともある。うばがみ大神宮と行祭自体をテーマとした特別番組が作られて放送されることもある。 大道ドリンクスペシャル響きは軸を超えて、江差しウバガミ大臣ウート漁祭が HBC によって制作され、ウバガミ大臣ウート漁祭における歴史や雑誌の紹介、祭りのために動く人々などの紹介のほか、吉村作治氏が案内人となって、実際に祭りに参加する模様が2009年9月6日に放送された。STV で、かつて放送されていた旅番組、 旅版において、2013年8月18日に、北海道最古の祭りの舞台裏というタイトルで、馬上大神宮と御祭が取り上げられて放送された。2015年には、限定商品、キリン一番絞り、北海道作りの CM で、馬上大神宮と御祭が、根室、琴平神社礼大祭と共に取り上げられ、CM 中にいて、 誉田山と聖武山の若手が出演し、霧声の下声の一部が披露された。2019年9月14日には、TVH の番組、K ナビから応援、土産子経済において、祭りが町に光を、メムロ、エサシ祭りが町に光、のサブタイトルで、メムロ町にて5年ぶりに復活した、メムロ花火大会とともに、馬神大神宮と行祭が取り上げられた。 基本的に出汁は馬上,上大神宮と行祭期間と前後の準備、解体中以外は専用の車庫に片付けられるために見ることはほとんどないが中多町にある江差市追い分け会館、江差市出し会館の併設施設では8月13日から翌年8月上旬までの期間において選ばれた2期の出汁が毎年入れ替わりで常設展示されている。エサ出し会館では他にも 全13期の出しに関する反転、名詞などの資料や説明を見ることができる。名詞過去の状況等、ありがとうございます。